トランプ大統領、ついに窮地に追い込まれて敗北か。果たして不正選挙はあったのか、なかったのか、徹底的に検証してみます。はい、ということでこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日のブログもスタートしていきたいと思います。こちら11月の9日に収録をしておりますけども、アメリカ大統領選挙は大筋決着がついたということで、各種メディアもすでにバイデン候補に当選確実というふうに報じております。菅総理大臣等やですね、世界各国の首脳もですね、お祝いのメッセージを送っておりますので、私からも、バイデン候補、誠に、当選確実おめでとうございます。今後の、アメリカ、そして国際社会を担う、リーダーとしてですね、ご活躍を期待したいという祝辞のメッセージを送らせていただきたいと思います。もちろん本人には届きませんけどね。まずですね、私も今回の大統領選挙においてはどちらかといえば、トランプ氏を支持しておりますし、減税小さな政府という、こういう経済政策一つとってもですね、共和党の方にシンパシーを感じることが多いので、今回の結果は大変、残念であります。そしてこれから話すこの不正選挙があったのかなかったのかと、いうことに関してもですね、そのトランプさんをに期待した共和党を支持している人にとっては耳が痛いというか、あんまりこう、なんでしょうね、おときた何言ってんだこの裏切り者がと思うような話かもしれませんけども、でもですね、やっぱりこれはトランプさんを応援してた共和党を支持している、そういったことは抜きにしてですね、やっぱ事実は事実としてしっかり検証しなければいけないと思っておりますので、よろしければ今日も最後までお付き合いいただければと思います。で、私は結論から言うと、今回ネット上で話題になっているような不正選挙、それトランプ大統領が主張している、これから法廷闘争する不正選挙というものが、あった、可能性は高くないというふうに思いますし、なおそしてそれが証明されて法廷闘争でトランプさんが勝ってですね、大統領に返り咲くということは、限りなくゼロに近いであろうというふうに思っております。で、私は基本的にこのアメリカ大統領選挙の情報は、渡瀬裕也さんが一番やはり信頼できる情報発信を、されていると思っております。最近この税金下げろ規制をなくせというね、新書も、発売されて、これはいつもアメリカの本書かれていることが多いんですが、税金と規制緩和の話で、これもアメリカの例を取りながら書いている本で非常に面白いので、ね、よかったら読んでいただきたいんですけども、その渡瀬裕也さんも、私はトランプを支持してたということを前置きした上でですね、でもこの不正選挙だって話すという騒ぎ立てるのはおかしいと、トランプさんも間違いなく勝てないだろうし、そういうふうに陰謀論を唱えるのは根拠もなく陰謀論を唱えるのはおかしいだろうと、いうふうにですね、カッパされておりまして、私も全く同感であります。まずですね、じゃあこの根拠がないっていうところで、このグラフがね、いきなりこうバーンってこう上がって、突然バイデンさんに票が叩き込まれたとかですね、そういうのがいろいろ流れてるんですが、これは郵便投票とかをやってる以上は起こり得ることだと思いますし、アメリカ大統領選挙はやっぱり日本の常識ではなかなか測れなくてですね、このもう軍部の票が悪か、都市部の票が悪かで、もうね、めちゃくちゃ票の出方が全然違くてですね、何十万票差ひっくり返るってことがどこの州の、結構多くの州の開票速報を見ても起こっておりました。なので、最後ね、ペンシルバニアとか一気にバーンとこうバイデンさんまくってですね、こんなんおかしいと、どっからこの票来たんだみたいな話はあるんですけども、それはですね、これはルールの範囲内で、別にだからといってこれが不正の証拠っていうことにはならないので、これで騒ぎ立て、もちろん訴訟する権利というのはありますから、トランプさんが票を数え直し、あるいは不正選挙で無効というのを主張されて、法廷闘争するということは妨げられるものではありませんけども、もうこれを何か不正があったかのように決めつけてですね、メディアが捜査してるとか、バイデン氏に肩入れしてるというふうに踏み込むのは、私はちょっとこれは行き過ぎじゃないかなというふうに思っております。で、私はこの不正はないと思う根拠は、逆に言うと、論理的な根拠、別にエビデンスじゃないですけど、論理的に考えて不正はないと思うのはですね、だって今回上院では結構共和党が善戦してるんですよ。で、トランプさんのこのトランプバイデンの大統領選挙の方だけいじくって、上院下院選挙はいじくらないのかって言ったら、それおかしな話ですよね。だったらもうそれは不正投票じゃ全部で不正投票が行われるわけで、今上院に関してはですね、この民主党の過半数獲得というのは厳しい状況になっています。どうやらジョージア州は決選投票に持ち込まれたので、来年1月までですね、どっちが過半数を取るかって完全に確定しない状況のようなんですが、これは渡さんが言ってた通り、結構上院は検討したのでですね、過半数共和党が取る可能性というのも残されているということで、上院がですね、これ共和党が取ればですね、結構アメリカの上院は権力が強いのでですね、これはバイデンさんも好き勝手、かなり自由度が、減る、好き勝手はできなくなるということですから、これ結構重要な政治のファクターなんですけども、そこで別に不正選挙が起こってないっていうことも、あまり考えづらい、事態だと思います。
なんで、まあ、そういったで、今、ちょっと触れたようにですね、今回この共和党が上院の過半数に迫る、取れるか取れないかというところ、まだちょっと確定はしないんですけども、上院で検討したというのは結構大きなファクターで、これは、ね、悪いことじゃないですね。この、まあ、バイデンさんは確かに、ちょっと我々から見ると左派寄りというか、リベラルが過ぎるような、政策を掲げたら、増税路線とかね、そういったのは私の経済にマイナスになる、作用する可能性が高いんじゃないかと思いますけども、まあ、上院を共和党が、まあ、抑えることで、それに対してある程度のブレーキがかけられると。まあ、これも渡瀬さんの分析によると、名ばかり共和党の人が上院には結構いるので、まあその交渉の過程でね、上院がひっくり返されてしまう可能性は高いということなんですが、でもその交渉の過程で、いつかの当然その名ばかりの共和党員とはいえ、ただただ寝返るってことはしないわけで、何らかのお土産っていうのは引き出すでしょうから、まあ引き出してね、交渉のテーブルに乗せるでしょうから、まあそうした中でですね、ちょっと政策がこう丸められていって、まあ中道的な政策に落ちていくんじゃないかなと思いますんで、まあこの、まあ、トランプさん負けたのは個人的には残念でありますけども、でもバイデンさんと民主党が下院を取って、バイデン大統領と民主党下院、そして上院は共和党っていう、まあ、この組み合わせパープル、まあ、レッドとブルーが混ざってパープルのこの状態っていうのは、そんなにですね、別に絶望するほどひどいことではないというふうに思っています。で、最新のツイートで渡瀬さんはですね、なんでじゃあこういうふうに、いわゆるまあ、ネット右翼と呼ばれるような方々、ちょっと右派寄りの方々のネットの論客の方でですね、この不正選挙っていうことを声高に、まあ、叫ぶ人が多いんですけども、まあ、それでじゃあこのネット、あれなの不正選挙だっつって、まあ、日本の世論が盛り上がることで、まあ、誰が得するのかと言ったら、それは実はそれは中国なんだっていうことを渡瀬さんがおっしゃっていて、私もちょっと一理あるなと思っていてですね、これで、じゃあバイデンさん誕生して、日米関係がね、冷え込むようなことが万が一あれば、誰が一番高笑いするかっていうのは、それは中国が一番高笑いするわけですよ。なんでこの日本もこれは冷静にですね、まあ、例えばこの不正選挙だとかで、ね、バイデンはもう中国の回し者だとかわーわー攻撃しちゃって、あ、正直これから今それを攻撃してもあまりこの我々にとって得がないことで、今幸いこう上院は共和党が奮闘したこのアメリカ政治の状況を見てですね、じゃあどう連携していくか。で、バイデンさんとでですね、やっぱりこの人権問題とかそういう団体が支援者にいますから、簡単に中国に、その中国の手先のように動くってことは私は考えづらいと思うんですよね。なんでこのバイデンさん、そして上院には共和党がいる。この状況にどう向き合って、この日米の連携を強くしてですね、そして中国という、まあ明らかなこの脅威に立ち向かっていくかということが、現実的に我々が考えるべきことだと思いますので、まあちょっとこの不正選挙は、もちろんこの訴訟をやるのは権利ですし、それはそれでこう推移は見守っていきたいんですけども、あんまりですね、この不正があった、不正ありき、そしてマスコミはもう全部グルだと、でバイデンもマスコミも全部中国とつるんでるんだみたいなですね、この陰謀論に加担するとですね、やっぱりこれから建設的な議論や検討ができなくなってしまうと思いますので、私はそこではちょっと一線を引かせていただいてですね、まあ、この選挙の結果は最後まで見守りつつ、そして来年のジョージア州の決選投票でアメリカの上院が共和党民主党どちらが多数派になるのか、まあ、こうしたところまでしっかりとウォッチをしながらですね、日本の外交が取るべき道というのをですね、建設的に検証、そして提案をしていきたいと思っておりますので、引き続き皆様にもご注目とチャンネル登録とご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして、今日のブログとしたいと思います。それではまた次回、さよなら。